はい、こんにちは、1 1 6インズです。今回は失敗に焦点を当ててお話ししていこうかなと思っております。野球といえば何かと失敗の多いスポーツで、10回に3回ヒットを打てれば、打率3割残せれば一流と言われるスポーツなわけですが、どんなスター選手であっても1試合単位で見れば結構な数失敗しているわけですよね。ただそんな中でもとにかくこの1試合においてはやることなすことうまくいかない。 本人にとっては一刻も早く忘れて次に切り替えたいなと思いたくもなるような試合を今季戦った選手が個人的にいくつか思い当たりましたので今回6人の選手をピックアップしたいなと思いますまず一人目はヤンキースのタイラー・ウェイド忘れ去りたい試合はおそらく9月26日のレッドソックス戦かなと。 この時期のヤンキースとレッドソックスは共にワイルドカードワークを争っており、その2球団による直接対決でしたので、どちらも負けたくない。絶対に勝ちたい一戦は終盤まで僅差のゲームとなりました。ヤンキース1点ビハインドの8回表に、先頭のウルシェラがファーボールを選び、同点のランナーを出すと、ここでウェイドがダイソーで出てきます。ヤンキースとしてはウェイドにどうにか得点圏に進んでもらって、同点に追いつきたいところでしたが、ここでウェイドはまさかの盗塁失敗、チャンスを潰してしまいます。 レッドソックス側からしてもわざわざダイソーで出てきたくらいなので、盗塁に関してはかなり警戒していたでしょうし、その中で盗塁を決めるのは簡単なことではないにしても、この場面での盗塁失敗は痛い。さらにこれだけではなく、ウェイドはこの後試合に残り9回に打席が回ってきて、ブレイシアからヒットを打つんですが、ここでも盗塁失敗。幸いチームは逆転勝ちしましたので、ウェイドの2つの盗塁失敗が試合の結果を変えるプレートまではなりませんでしたが、8回にダイソーで出てきて、試合終了までに 2回も盗塁失敗してしまうと一体何しに来たんだと思われてしまいそうなそんなプレーとなってしまいましたはい2人目はメッツのハビアーバイエスこの夏ずっとプレーしてきたカブスからトレードされプレーオフ争いを繰り広げるメッツの追い風となることに期待され移籍したバイエズですが攻守に派手なプレーが目立つ一方で結構打席でのアプローチはかなり大味な選手で三振も多いタイプですよね 今季リーグワーストとなる184三振を喫したバイエズですが、特にひどかったのは8月5日のマーリンズ戦。この試合でバイエズは5打席連続三振というちょっと信じがたい結果を残しているんですが、不幸なことに結構いい場面で回ってきていたんですよね。 初回は満塁のチャンスで三振。5回ツーアウト1、2塁で三振。7回ランナー1塁でやはり三振。そして最終回3点ビハインドながら2人ランナーがいる状況と、ホームランが出れば同点の場面で打席回ってきましたが、ここも三振と、5打席中4打席はランナーがいる場面での打席でしたが、すべて三振と。この試合でバイエズが累上に残したランナーは実に8。 メッツはこの試合、あと2点届かず負けてしまいましたが、バイエーズがこのランナーがいる状況で回ってきた4打席のうち、せめて1つでも打っていれば、もしかしたら同点、あるいは試合に勝つことができたかもしれませんし、またバイエーズにとってもこれだけ美味しい場面で何度も打席が回ってきながらも、結果を残すことができなかったのは、何とも歯がゆい思いでしょう。はい3人目はマリナーズのジェレッド・ケルニック。 球界屈指のトッププロスペクトとして今季活躍に期待されましたが、一時は打率が0割9分6厘まで落ち込むなど、正直なところシーズン通して見てもうまくいかなかったことの方が多かったケルニックですが、とにかく何もかもうまくいかなかった試合は8月27日のロイヤルズ戦。 この試合でケルニックは6打数ノーヒット3三振とまあ散々な結果を残してしまったんですが先ほどのバイエズと同様に結構チャンスで回ってきていたんですねマリナーズはこの日初回と2回にチャンスを作りケルニックは2インニング連続で満塁で打席が回ってきたんですがいずれの打席でも三振チャンスを潰してしまいました このあと試合は同点のまま延長に突入し、同点の10回裏、ランナー1塁と、長打が出ればさよならという状況で再びケルニックに打席が巡りますが、残念ながらピッチャーゴロ、試合を決めることができません。さらに続く延長12回、マリナーズは2点を勝ち越されながらも、1点を返し、なおもツーアウト1、2塁、ヒットで同点、長打が出れば一気にさよならもあり得る場面で、またもケルニックが打席に立ちますが、ロイヤルズのクローザー、ジョシュ・ストーモンとの高めの速球にバットが空を切り、試合終了。 プレイオフ争い中の大事な時期でしたが、マリナーズは1点差でこの試合を落としてしまいました。その選手のプレイによってどの程度試合の勝利確率を変動させたかを示す WPA という指標があるんですが、この試合でケルニックは WPA がマイナス0.385と、1人で約40%もマリナーズの勝利確率を下げてしまうという、なかなか彼にとってもきつい試合となってしまいました。続いてはデビュー戦がほろ苦い思い出となってしまった選手、ブルワーズのアレク・ベッティンジャーですね。 ベッティンジャーは2017年ドラフト10巡目指名でブルワーズ入団し2019年には WA で先発として結果も残すなど指名順位の割には比較的順調にマイナーの階段を上っていた25歳の右腕ですそんな彼の活躍をフロントも認識しており4月末にバーンズが IL に入った際に彼のローテの順番を埋めるべくベッティンジャー初めて MLB 昇格を果たします そして迎えた初先発は5月2日相手は昨年の世界一ドジャースとデビュー戦としては厳しい相手ではあったんですがチームとしてもどうにか先発の役割を果たしてほしいという思いは少なからずあったでしょうで実際どうだったのか4回11安打11失点 MLB の現実を叩きつけられた当番ともなってしまった感がありますね 初回、先頭のベッツをセカンドフライに抑え、まずは1つアウトを簡単に取ることができましたが、その後、少し請求が乱れ、満塁のピンチを招くと、ビーティーの内野ゴロでベースカバーがうまくいかず、これがタイムリーとなってしまうと、直後にポロックに満塁ホームラン。 さらに2回には今度は BT にまたも満塁ホームランを浴び、あっという間に急失点、怪我人続出のチーム状況もあって、これだけ炎上しながらも、どうにか4回まで投げ切ったものの、1900年以降、デビュー戦で史上初めて2本の満塁ホームランを浴びたピッチャーという不名誉な記録も残してしまい、MLB デビューという一生の思い出に残るであろうシーンは、少々苦い思い出ともなってしまったかもしれませんね。ははい5人目カカージナルスのカルルスス・マルティネスのロマテネ 数年前までカージナルスのエース格として活躍し、オールスターにも2度選出された選手ですが、今季は16先発で防御率6.23と、シーズン自体を早く忘れ去りたいかもしれませんが、その中でも6月2日のドジャース戦は特に忘れ去りたい一戦でしょう。この試合でマルティネスは1回持たず10失点、失点の桁が1つ間違っている気もしますが、10失点です。 今季 MLB 全先発投手の1試合のパフォーマンスとしてはワーストに近い内容なんじゃないでしょうかね。先頭のベッツからヒット、フォアボール、ヒット、ヒット、フォアボール、ヒット、ヒット、フォアボールと8人連続で失礼を許しここまでで6失点。9番ピッチャーのビューラーを三振に切ってようやくワンアウトとしましたが、その後ベッツにタイムリーを浴び、さらにこのイニング4つ目のフォアボールで再び満塁としてしまったところでついに降板。 後続のピッチャーがベリンジャーに満塁ホームランを浴びてしまったため、マルティネスが残したランナーを全部返してしまったことで、この3分の2回10失点という、あまりに悲惨な投球成績が生まれてしまいました。この試合が始まるまでマルティネスシーズンの防御率が4.22と、まあ、そこまで極端に悪いと言えるほどの数字ではなかったんですが、この大炎上によって防御率が一気に5.83まで悪化。 シーズン始まって2ヶ月経過したにもかかわらず先発投手の防御率がたった1試合で1.6も悪化するなんてそう目にすることではないと思いますのでいかにド派手な炎上だったのかがよくわかりますそして最後はヤンキースのアロレディス・チャップマン MLB を代表するゴーアンクローザーとして今季通算300セーブも達成した実績のあるサワンですがただ今季は途中安定感に欠ける場面が目立ちブーン監督からの信頼を一時失ってしまったこともありました チャップマンからすればいい1年とは程遠い感じでしたが今期のチャップマンの不安定さを象徴する登板となったのが6月10日のツインズ戦でしょうか。 ヤンキース2点リードで最終回のマウンドに上がったチャップマンでしたが先頭のポランコにヒットをいきなり許すと続くドナルドソンに同点ツーランを被弾し光の速さでセーブ失敗ただランナーはいなくなったのでどうにか後続を立って延長に持ち込みたいところでしたがチャップマン動揺してしまったのか続くアストゥディオに初球ど真ん中に速球を投じてしまいこれをクリーンヒットされると最後はネルソン・クルーズに対してこれまた初球ど真ん中に速球を投げてしまいクルーズクラスのバッターがこんな絶好球を逃すはずもなくセンターへさよ ならツーランドナルドソンの同点ツーランからわずか2球後の出来事でワンナウトも取れずに最後はたった3球で4失点も喫してしまいましたチャップマン自身もまさかここまで打たれることは思ってなかったんじゃないでしょうかねヒットホームランヒットホームランの流れも非常に美しいのが個人的にポイントが高いんですが、まあ、チャップマンほどのクローザーが1イニング2本もホームランを浴びて負けてしまうなんてこれは到底予想もできませんしチャップマンにしては珍しいくらいの大失敗でしたかね ということで見てきましたが、まあ本当にうまくいかなかった試合ばかりで、特にベッティンジャーのようにデビュー戦で11失点もしてしまったのは、自分が同じ立場だったらなかなか立ち直るのに時間がかかりそうな、まあそれくらいメンタルにダメージが来そうな感じでしたが、ただ野球選手ですごいなと思うのが翌日切り替えてまた試合している点ですよね。 チャンスであれだけ打てなかったケルニックは、あの後9月に打線をけん引する活躍を見せていましたし、メジャーでプレーする選手の精神力は並大抵のものではないのだなと今回思いました。今回は私が思いついた限りで6人ピックアップしてみましたが、皆さんの中にも思いついた選手がいればぜひ教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。